音楽に合わせ大勢の客と一緒に両手を上げ楽しげに踊る男神奈川県にある病院に内田博史の名前で入院し桐島里氏容疑者だと名乗った男です男は先月29日に死亡しましたが JNN が入手したのは2012年6月に撮影された動画です男は周囲からウッチー・ウーヤンという愛称で呼ばれ

男は逃亡していた50年近くを神奈川県内で過ごしたとみられ警視庁は DNA 型の鑑定を進め身元の特定を急いでいます。